警察だ、エンキドゥ。離れろ、エンキドゥ。危険すぎる。どうして兵士たちが巡回を？シャルキーが帰る気があった。みんなピリピリしてる。人波乱ありそうね。お前の来る場所じゃない。全域が限界態勢だ。敵は待ち構えている。どこかへ行け。最後の時だ。
كنتيجة إزعاج. أوي، نان نص؟ その鍵、災いの種に秘物だ。いるのか？死ね！死ね！鍵だ。どこかに扉があるだろう。そこか。これで遠気流が安全に飛べる。何が見える？神だ。アルマルディ・フワールはジャソールの過去を疑っていた。ジャソールは大駐屯地に呼び出されていたようだ。二人片付いた。フラッドの元へ戻ろう。
フラッドの元へ戻り、アルロックとアルア・エーシュマが死んだことを報告しよう。待て、アリ。バシムの話を聞くのが先だ。任務は成功したか？ジャソール将軍とナディール提督は死にました。アル・マルディフワールに関する手がかりはあるか？正確なことまでは。ジャソール将軍は大駐屯地でアル・マルディフワールに会うように命じられていました。過去の秘密がとうとう暴かれたようです。ナディール提督はティルク族傭兵の物資が消えたことを問いただされていました。アルマルディフワールはその件で腹を立てていた。つまりアルマルディフワールは大駐屯地でティルク族の傭兵の物資を監督しているわけか。その役職に見合う将校はただ一人しかいない。ワシフ・アル・トゥルキ大将軍だ。ワシフ、通じは通ってる。ベシをさらえる奴など他にそういない。ベシがさらわれた？戻ってこなかった。ちょうどワシフはカリフのための遠征から戻り駐屯地にいる。奴がベシを捕らえたとするなら、ベシがいるのもそこだ。俺の向かうべき場所もそこだ。ワシフはバグダッドの半分を牛耳ってる。もし奴に挑んでヘマをすればアラムートにまで及ぶ戦争になる可能性もある。バシムを頼れ。いいだろう。動く前に駐屯地の近くでバシムと落ち合おう。だがすぐに来いよ。待つのはもう終わりだ。大駐屯地に入り、ワシフを倒せ。奴を逃がすことなくアリの手柄に見せるんだ。アラムートの安全はそれにかかっている。任せてください。アリ、もう行けるか？この俺に命令するとは何様だ！お前の自尊心より大事なことがある、ワシフ。我らの歩む道は狭いのだ。もういい。次に会うときは言葉に気をつけろ、総督よ。このような侮辱二度はないからな。ワシフとバグダッドの総督、ムハンマドイブン・アブダライブン・ターキルだ。奴がワシフに命令し、大将軍はお気に召さなかった。バグダッドの総督は大将軍に対して何の権限もないか。総督も結社の一員だろうか。ムハンマドが？そうは思わない。奴は総督なだけでなく詩人であり学者だ。あの男には気骨がある。奴を味方にしたかった。そうか、あんたが正しいといいが、相手はワシフだけで十分だ。駐屯地の中に入る方法を見つけねばな。俺に義を尽くす給仕長が内部に一人いる。調理場の近くで会えるはずだ。赤い布を見せれば力を貸してくれる。あんたはどうする？ベシを探す。その後は牢に囚われた反乱者の解放だ。ワシフは任せたぞ。